あのお待たせしました。せししま今日は、足元の悪い中、どうもありがとうございます。えー、今日は全国最年少の育ン知事として、えー、話題の三重県の鈴木英慶知事をお招きしまして、これからあの少子化対策についてお話しいただきますあの。日本にとって最大の課題、少子化対策でありますけれども、安倍政権、いろいろあの対策、検討を打ち出してますけれども、例えばあの女性手帳は早くも撤回騒ぎになったり、それから3年育休、 い、ね、いろいろ賛否で両論この状態というここととだと思いますでそ,こでその政府の少子化危機突破タスクフォースのメンバーを務められて、また県知事自ら育休を取られたり、それから全国等の県の知事で、子育て同盟を結成したりしまして、積極的に発言をされている鈴木知事に、地方から見た真に有効な少子化対策とは何かと。 という視点でこれからお話をいただきます。鈴木知事、経済産業省ご出身で、東日本大震災直後に行われた三重県知事選挙で当選されました。現在三十八歳。 若手政治家のホープとして全国の注目を集めておられる方です今から30分間まず鈴木知事からお話をいただきましてその後皆さんのご質問いただきたいと思います申し遅れましたが私日本記者クラブの企画員を務めます NHK 解説委員の武田と申します私今日この司会を務めるのは初めてなんですけれども事前にあの鈴木知事からいただいたプロフィールを見ますと 鈴木知事の趣味特技司会とありますので <laughs>、今日はもう全面的にあの鈴木知事にお任せをしてお話しいただきたいと思います。それではあの鈴木知事の白熱教室どうぞよろしくお願いします。では座ったままで失礼します。あの今日はあ日本記者クラブにおいてこのような機会をいただきまして心から感謝を申し上げたいと思います。えただいまご紹介いただきました三重県知事の鈴木英恵でございます。え今日はあの少子化対策ということで。 まああの私、今、三重県の知事なものですから、三重県というその地方からの目線ということと、私自身が今38歳で、1歳の息子の子育てをしている当事者、そういう、ですねあとまたさらにその子どもが生まれるまでちょっと苦労したもんですからね、そういうこの地方目線、当事者目線、そういうことから見える少子化対策について語らせていただきたいと思います。あの資料のの方は大変分量が多くなっておりますので あの飛ばしながらあの行く部分が多いと思いますのでよろしくお願いしたいと思いますし、えー、もし足りない部分についてはあこの後の質疑においていろいろご質問いただければと思いますまたこの資料のないことでも、まあ、こういうものについてどういう見解を持っているんだというようなことをあの質疑において言っていただいても結構でございますのでどうぞよろしくお願いしたいと思いますそれではあの資料をです、ねえー、順番に、えー、おめくりましていただきましてまず、えー、1枚目のところ、まあ、目次がありますが あの三重県の紹介を少し簡単にさせていただいた後、三重県の取り組みをご紹介させていただきます、その前段では三重県の現状、出生率などの現状もお話したいと思います、で今後の方向性、先ほど武田さんからも言っていただきましたけれども、少子化危機突破タスクフォースの委員を務めて、えー、の感想や実感なども含めて、ね、お話しさせていただきたいと思思いいいいいいまますすそれれでは順順にににににきたたととと前出しててるころを基本的見だけばううふ思います。 まず三重県の紹介なんですがあの右のところに書いてますけど三重県は実は女性の活躍に支えられている国ですと天照大神は女性でありますし遷宮を始めました持統天皇も女性ですまた天照大神の母親である伊豆浪信が祀られている日本最古の神社花の岩屋というのが熊野市にありますし松っ牛は三重産のス牛でありますし また、アマーというのはこれ2000人全国におるんですがそして半分、三重県にいますし有名人としては吉田沙保里さん、野口みずきさん、浅尾美和さん、西野香奈さんなどの有名人も輩出しています。えー、そして次ですが今年は三重県から目が離せないということで、ご案内の通り伊勢神宮が今年は20年に1回の1300年続きます式年遷宮を迎えますし、えー、実は皇太子殿下がこの前スペインに行かれまして。 えー、あの巡礼の道を歩かれましたけれどもその前月5月には皇太子殿下が熊野古道を歩いていただきましたし先般上島というですね潮、えー、祭という映画の舞台となったところに吉永小百合さんが来ていただいたりしましたまたご当地ソングの女王で有名な水森かおりさんが今年は伊勢巡りという歌を歌っていますので、まあ、これで紅白に。 てていいいたただきたいとというう思っているところですそれから9月に日本橋にいわゆる今でいうとアンテナショップのカテゴリーになりますが営業拠点をオープンしますそして3つ目おまけですがこの県民まるごと大調査というものから取った三重県人の特徴で三重県人が言われたくない言葉は三重県ってどこっていうのと,です、ね、あと下手な関西弁やなと言われるのはあまり好きでないです。それからあの三重県のの女子の 特徴というのはここに書いてますけれども不倫は許さないというのが全国1位というようなことでありましてこんなおまけも申し上げておきますさて少子化対策に関する三重県の取り組みということでございますが実は三重県ではです、ね、毎年三重県民の皆さんの幸福実感というもののアンケート調査をやらせていただいています。けれども 10点満点であなたの幸福度を評価してくださいというアンケートをやっていますが一番左端が全体となってまして24年に比べて25年のこの1月にやったときには少し増えましたということですがその右側を見ていただきますと未婚と既婚で見ていただきますと未婚の方の幸福実感は下がっているし既婚の方の幸福時間は上がっているということでありますさらに既婚と未婚ではだいぶ幸福実感に差があるということでございます。 で次のページ、これの上の折れ線グラフですね、これが、えー、未婚、既、えー、婚で子供なし、既婚で子供1人、既婚で子供2人、既婚で子供3人以上という人の幸福度をず,ず,ずっと並べていますが、やはり未婚よりも既婚の方が幸福度が高く、子供がいる、子供が増え多いほど、えー、幸福度が高まっているということであります。そそしてののの下の緑の棒グラフは、 それぞれにおける理想の子どもの数ということでありましてそういう意味では子ども1人の方は2.2人子どもを欲しいと思っているということでありましてやはり理想と現実にギャップが生じているというこれがやはり大きな問題だなというふうに思っていますそしてその次のページは上のグラフが就学前の子どもがいる人の幸福度で下の点線は就学前の子どもがいない人の折れ線グラフでありましてどの年収層においても 就学前の子どものいる人の方が幸福度が高まっているということですので、まあ、子育ては大変だけれども、やはり一人ひ人のその幸福感を高めるということなんですよというのが、まあうちの県民意識調査からも現れているというものでございます。やつぎばで申し上げましたが、次のページでありますが、三重県の合計特殊出生率の現状をご覧いただきたいと思います。平成24年で1.47 全国の1.41よりも高くなっていますし、まあ、こ,のここにある平成4年から見ますと、ずっと全国よりは高いという状況を保っているというところでございます。そして次のページは出生数でありますけれども、まあ、この近年、減少はしていますが、2010年で約1万5000ということになっています。次は女性の就業率でありますけれども えー、だんだん伸びていまして2010年では61%全国順位でいうと16位ということで全国よりも高いと平均の初婚年齢は、えー、男女ともにですね全国よりも若い時に結婚するということで特に2010年の女性のところを見ていただきますと28.2歳ということで全国順位では4位4番目に初婚年齢が早いというようなことであります。 次のページは出生の構成割合ですがまあ第1子、第2子、第3子の人たちがどれぐらいの割合いるかということなんですけども三重県の場合は第1子、第2子というところまでは全国平均よりも割合が多いんですが第3子以降は全国平均よりも少ないケースもありましてつまり三重県においては第2子までは結構育つんだけれども第3子に踏み込むということについて課題があると。これよく、まあ いわゆるのは第1子の時は第1子を産む時はその仕事の両立支援が結構重要で、第2子を産む時はあの旦那の夫の協力が重要で、第3子に行く時は経済的負担をどう支援するかというのが重要だと言われていますが、三重県においてはここが課題なのではないかなと思っています。次は出生時の母の年齢、これは徐々に高くなっていますが、全国平均よりは低いという状況です。 そしてこの次のページとその次のページで私が申し上げたいのは、まあ、地域ごとに千差万別したがって国においてもバラバラしたがって地方目線がいかに大事かそ対策においては地方の,の創意工夫を促すことがいかに重要かということを三重県内のことで示します上こう4つ、三重県の地図がありますが左2つが未婚率男性、女性で、えー、左から3番目が同居率一番右は所得区分となっています。 赤で丸を囲っているところがですね三重県の南部でありますがこれは高齢化率も高いところでありますけれども南部は未婚率も高いで同居率が高いで所得が低いっていうのが三重県南部なんですね。ということはここで少子化対策をやろうと思うと下の赤い枠のところに書いてますけれども待機児童のための保育所をいっぱい作るというのではなくやはり結婚支援とか若者の雇用っていうのが優先度が高いということになりますが。 北部のように同居率が低くて人口が多くて共働きが多いというようなところはやはり保育所整備や両立支援が優先度高いということであって県内でもこれだけ地域によって対策の優先度が事情が違うので国においてはましてや異なるのは当然ということであります。次のののページは1970年の時に出生率の高い都道府県と 2012年の時に出生率が高い都道府県が並べてあります。1970年の時は赤で書いてるのがまあいわゆる都会でありますが、赤あ都会があの出生率高かったんですけれども、まあ今になればまあどちらかというと田舎の地方部の方があの出生率が高いということでありまして、まあ下にも書いてあります通り、これ三重県内でもそうですけれども、地方部に少子化脱却のポテンシャルがあるということであります。で、そして次のページ、ここからは 私たちが具体的な対策を取るにあたってどういうことに留意しているのかということでありますやはり少子化対策において埋めよ増やせよという、まあ、価値観の押し付けでなく希望がかなう先ほど理想と現実のギャップと言いましたけれどもこれをどう埋めるかというのが大事だということそれから地域家族の事情はそれぞれなんできめ細かな対策が必要ということそれから現場に近いところで創意工夫できる体制や仕組みが重要だということこの ご案内のとおりだと思いますが子育て支援や母子保険や児童虐待これ基本的第一義的には基礎自治体市町村の仕事というふうに法律の権限上なっていますしたがってやはり基礎自治体でしっかりやってもらうために都道府県はどうサポートするかっていうのが重要であって。 基礎自治体の子育て対策や少子化対策と都道府県は一律に語れないんですがその中で私たちが果たすべき役割と考えているのが下の 1, 2, 3, 4であります1つは専門性で市長選を補完するそして広域的にやる方が効率的なものというふうな取り組みそれから基礎自治体ではなかなか財政上や人的リソースでできないセーフティーネットそれから先進モデルを作っていくそれから意識喚起これ意識喚起っていうのが結構重要で あのまあ、税の未納の人のです、ね、徴収なんかもそうなんですけども基礎自治体だと住民とやっぱり近すぎるのでなかなか住民に対して厳しいこととかって言えないんですよね、この住民の皆さんもこう一緒に頑張ってくれよ的なことなかなか言いにくいんですけれどもそういう意識喚起、自分たちが当事者なんだという意識喚起をです、ね、あのしていくというのもこれそういう意識喚起をのるのでそこでそれぞれ具体的に申し上げていきたいと思いますが。 このまず1つ目14ページの,この発達障害児の支援ということなんですがこれはあの三重県は全国的にも相当経験ノウハウのある分野です左下に子ども診療センターアスナロ学園というのが書いていますこれは昭和39年に開設をしまして実は全国で2箇所しかない児童精神科専門の医療施設でありますし全国に4箇所しかない自閉症を対象とする医療型障害児入所施設なんです。 例えば、ですね6歳まで、えー、家で母親に監禁をされていて全く言葉もしゃべれないし全く体も発達していない子どもがお兄ちゃんが何とかその女の子を脱出させてあげてここの学園に飛び込んできてでその子を更生させて言葉もしゃべれるようになり高校に行って就職をしていると、まあ、そういうようなケースなどもありまして。 全国的ににも非常に経験ノウハウハの持っている学園でありますちなみにその右に学習障害の子に対するその支援のフローが書いてますけども結構その学習障害のことがあってなかなか分かりにくいので周りの人たちが努力が足らないとかって怒ったりするとですねその子の自己肯定感が下がっていって結局引き,も引きこもりとか反社会的行動に出ることがあるんですが。 浅の学園の場合は得意分野をどんどん褒めてあげて自己肯定感を上げてその自立や社会参画を指してあげるという仕組みをとっていますで次のページですがそういう経験ノウハウを使って CLM というチェックリスト・イン・ミエというですね日常の集団保育の中で子どもの発達状況をチェックするリストを独自に開発しましたこれによってまあ三重県の子どもたちはこういう発達障害のチェックを早期に早期発見できるような仕組みになっています そして今後の取り組みのところに書いていますが、しかし、このアスナロ学園が大変老朽化していますし、全国から子どもたちが来ます、でそして予約も2、3か月待ちというような状況ですので、60億円かけまして、私がまあ英団をさせていただきまして、この平成29年度に新しい維新病院を拠点として整備するということを今、準備しているところであります。 歯ののの状態から子も虐待を見抜くというものであります、えー、実は虐待の中で最も発見しにくいのがネグレクト無視しているということですねその要は暴力を振るっている虐待身体的虐待っていうのはあざがあるとかないとかで見抜けるんですけれどもネグレクトしている状態っていうのは相当発見するのは難しいですそこで歯科医師会の人たちが協力をしていただいて学校の歯科検診の時に歯っていうのは生活習慣の状況がかなりよく出ますから。 そこでこの子は危ないよネグレクトの恐れがあるよっていうのを発見するためのチェックリストというかあのツールを開発しましてで下の赤いところに書いてますが平成24年度でも3人の児童が見守りが必要だというふうに判断して、えーまあ、このもたちを救ったというような事例があります。ここれはは三重県オリジナルだととと思いいまます。で次はです次、ね、セーフティーネットということでありますけども、 あの後で不妊について少し詳しく話をしますが産みたくても産めないという人がいる一方で望まれない妊娠というのも後が立ちません、えー、虐待の半分は母親でありますでその半分は10代で妊娠してしまった人です、まあ、そういうようなことで私たちはその望まれない妊娠となってしまった人たちの相談のツールをこのように設けました今この妊娠レスキューダイヤルというようなもので専用窓口を設けているのは全国で8の府県しかありません 事例で書いてありますけれども誰にも言えずに悩んでいた高校生が相談を通して無事出産し今は家族ぐるみでしっかりと子育てができて幸せに送っているというようなケースもあります、まあ、こういう一つ一つの事例なんですけれどもこういうのを積み上げていくことが非常に自治体としては重要ですで次のページは飛ばします、えー、そしてここから不妊のお話です19ページになります えー、三重県では国の制度に上乗せをして、えー、所得制限を緩和しそして不妊治療を受けていただくようなあ女性制度をしていますが上の左のグラフにありますように制度創設から、まあ、特にこの12年で所得制限緩和したり回数を増やしたりしましたので、えー、10倍に件数が増加をしています。えー、そして、まあ、日本は6組組に1組が えー、不妊で悩んでいるというふうに言われています。で、ちょっとフランスの制度と比較をしてみます。フランスは不妊治療、これ女性の不妊治療についてですけれども、全額保険適用になっていますし、年齢制限42歳、で治療回数は4回で、指定医療機関は100、しかもこれは許可制です。で、40歳以上の方が治療する率は10％、ボリュームゾーンは30から34です。そして その生殖補助医療に関する法律がありますちゃんとした法律があります日本の場合は治療費あの不妊治療はタイミング療法というのがあって人工授精というのがあって体外受精があって顕微授精というのに行くんですけどもあの人工授精の一部検査のところまでは保険適用になっていますがそれ以降は保険適用になっていませんので女性だけでありますで年齢制限はなし治療回数10回医療機関はなんとフランスの6倍ありますで40歳以上は30% この40歳以上が治療を受けている30%というのは世界と比べると2倍から4倍の多さになっていますしかもちゃんとした法律はありません三重県も40歳以上の治療を受けている方は27%というふうになっていますで今年齢制限の議論が出ていますが仮に三重県がこのフランスと同じような42歳で制限したら今受けている 8.4%10 人に1人の人が対象外になってしまいますで私はまあ仮に仮にですね あの年齢制限をするならばそのための周知期間とかをしっかり設けてほしいと思うしその単に年齢制限だけ設けるんじゃなくて年齢制限するならそれまでにしっかり思いを叶えられるような例えばフランスのように保険適用にしっかりしていくとかというですねそういう,こうメリハリをしっかりつけないと単にあの財政論で年齢制限だけつけるというのは私は反対ですで三重県ではあの国に対して保険適用についてずっとお願いをしていますし タスクフォースでも私からも発言をさせていただいたところであります。で、えー、次はその不妊の専門相談なんですけども、三重県では相談センターを設けまして、えー、この全国で5件しかやってないんですけども、夜8時まで相談時間を延長しましたところ、24年で対前年比141%の件数になっています。 それから不認証看護認定看護師資格というのがあるんですけれどもこれ全国120人しかいませんがそのうち2人三重県にいますけれどもその人にカウンセラーとして配置していますで下には相談者の年齢、まあ、40歳までが一番多くて悩みとしては治療への悩み、まあ、この治療で正しいのかどうかということ それから、その悩みとしては、自分自身のこともさることながら、夫のこと、それから周りの人間関係、この理解を得にくいというようなこととかに非常に多く出ています。で、この不妊って言うとですね、この我々、まあ今日男性の方の方が多いので、あれですけども、あの女性が不妊治療するケースが多いですけども、あの不妊の原因の半分は男性です。あの無精子症、某精子症、精子が少ないですね。それから閉塞性無精子症といいまして、その精巣のこの。 ところからの缶、ね、が詰まっていて精子が出ないというようなことなんですがなので、まあ、不妊を女性の問題とせずにこの男性の協力がなかなかないというのは理解がないとよく言われますのでそういうことについて男性もしっかり当事者意識を持ってオープンに議論していくということは大変私は重要だというふうに思っています。で、えー、次のページですけれどもそういう中で世界で最も不妊について語りにくい国と日本は言われています。 で例えばですね。であとその世界の中でも不妊とか妊娠とかに関する知識が非常に低い日本は低いと言われています。例えばですね。あの四十代女性も三十代と同じぐらい妊娠する可能性があるか否かっていう問いを聞いて、これもちろん答えはノーなんですけども、日本の正解率は四十五パーセント、ニュージーランドは九十三パーセント、オーストラリアは九十二パーセント。 イギリスは91%この18カ国の先進国などでこのアンケートを取ったんですがワースト2位です世界の中で日本はその妊娠や出産に関する知識が極めて低い、まあ、そのオープンに議論しにくいということや、まあ、主に学校教育においてそういう妊娠出産不妊について男女ともに学ぶ機会が極めて少ないというようなことであります。 そしてこの21ページ私どもが力を入れているこれは三重県が成果を上げた1つだと思いますけれどもライフプラン教育というのをやっています基本的に小学校中学校高校それぞれに学習指導要領上は保健体育において性について学ぶというふうになっていますが例えば不妊については高校でやっとこの25年度から不妊について学ぶようになりましたが今のところずっと不妊についてはどこも学んでいませんそこでで三重県では この資料の上から1、2、3、4、5、6行目にありますけれども、中学、高校、特別支援学校において、産婦人科医の方や助産師さんに講演をしていただいて、そういう妊娠、出産、不妊のことについて学んでもらっています。これ、平成24年度で10校1262人が受講してくれましたが、その結果、右に折れ線グラフがありますけれども、10代の人工妊娠中絶率、これが全国平均青ですけども、三重県は赤ですけども、確実に。 下がってきてきいますやはり正しい知識を得れば正しく学び正しく行動することができると思いますのでそのまあ女性手帳の議論とかタスクフォースありましたけれどもやはりこういう知識を得るオープンで議論をする正しい知識を男女ともに知るっていうようなことが重要だというふうに思っています、えー、そして次は飛ばしますがこれはあのちなみに三重大病院で学童保育を作りましたっていうのでこれはなかなか面白いんですけどね、まあ、この時間がないので飛ばしますで次も飛ばします えーちょっとざーっといきましてえこの事例だけ26ページすみません26ページですがこれは四日市市で,ですねえ父親子育てマイスター養成講座というのをやっててそこの卒業生の人たちがヨカパパスイッチという情報誌を作っていましてねえ1万5千冊作っていますで二部構成になっていまして 妊娠してその生まれるまでの父親の夫婦の過ごし方父親がどうやって子育てを楽しんだらいいかとかが書かれていますで体験談とかいうのでおむつ交換のこととか下に書いてますけど、まあ、今ではママからも安心して見ていられればと言われるなったとかそんなことが書いていますでこの辺はちょっと飛ばしまして28ページでありますが、えー、これはですねあの、まあ、児童虐待のことなんですけども 上の黄色の四角の2行目に平成24年度で2件の乳児虐待死亡事例が発生で書いています四日市と桑名市というところで死亡事例が出ましたでそのうちの桑名の方は、えー、2人目のお子さんに対してお母さんが産後鬱になって子育て拒否,拒否感が出てしまって結果虐待につながったというケースでありますしたがって、あのーまあ、三重県でも力を入れていきますし今後タスクフォースでも書かれましたがその産後のケア とととといいいいううううもものがががかかにに重要かというよなうなそれが虐待防止にもつながるということでありますで三重県ではこの25年度から下に子ども虐待対策官というのとか法律上児童福祉法上は基礎自治体が児童虐待の対応になっていますのでその市長を支援するものそれから15名の増員をしましたで次のページはちょっと飛ばします時間がないので,でこの30ページです。 30ページは待機児童対策でありますけれどもあの三重県では真ん中のグラフにありますとおり青が4月1日時点でピンク色が10月1日時点なんですけれどもあの4月1日年度当初時点ではだいたい40名ぐらいですで年度途中になると300人ぐらいになりますこれはまあそれぞれお母さんが急に働きに行かないといけないようになったとか結局思ってた保育所ではやっぱり嫌だなと思って辞めたとかですね であの待機児童対策の中で保育所をバンバン作るのもいいんですけども保育所をバンバン作るだけじゃなくて下の四角に変えてますがあの年度途中からあの生徒が増えてくるので児童が増えてくるので、まあ、そういう人に対する保育士を年度当初から確保できるようにしてほしいとかですねでしたがって年度当初はちょっとダブついたりするんですけどもどうせ年度途中から増えてくるんだったら最初から来てほしいと途中からの保育士確保って大変なので。 で2行目に書いているのは発達障害の子たち、一番右のグラフにありますが障害を抱えて保育園に入ってくる子が非常に増えてきています。まあ、こういう子たちへの対応に、えー、しっかり体制確保していく必要があります。で次のページは中産期医療のことなんですけどもこれはあの対策どおりは皆さんに知っておいていただきたいのは右の上に書いてます通り3回の高齢化が進んでいるということです。50歳以上がなんと全体の約でですで 50歳未満の中で、女性の3回は5割を超えています、したがって、3回全体が高齢化している上えに、その50歳未満の若いところは女性が半分を超えているということは、女性が出産や結婚で辞めてしまうと、3回の確保がもう全然できないという、極めて厳しい状況にあって、三重県は県に独自でいろいろ頑張りますけれども、もうその国レベルでは限界で、国レベルでの抜本的な対策が必要だという状況になっているということを知っていただきたいという紙になっています。 で次あの三重県庁の取り組みです。えー、右上に三重県庁の目標男性の育児休業取得率10%で育児参加休暇これ5日間のものなんですが育児参加休暇を100%という目標にしてまして実は今年度から、えー、これを超、まあ、全体として計画を掲げるだけじゃなくて各部局長にです、ね、毎年マネジメントシートというのを年度当初に作らせるんですがその中にこれを入れさせて絶対に これをやらないと評価に関わってくるというようなです、ね、そういう形にしましたで左の下に行っていただきますと育児休業の全国の状況は男性は2.63女性は87.8三重県はその右側にありますが男性2.98女性が91.2これが民間企業なんですけどもで一番右のグラフは棒グラフが育休です女性は三重県庁はほぼ100% 男性は23年度が7.6で24年度が5.0というようなことで真ん中の折れ線はその5日間のの育児参加休暇の取得率でありますでちなみに下に人数を変えてますが、まあ、10%っていうとこの例えば平成24年度で121人なので12人の人に取ってもらえばいいので組織5000人おる中の,あの12人ですから、まあ、そんな難しい話じゃないので、まあ、とにかくあの部局長をしっかり頑張ってくれという形で今やってます。 でえー、次、33ページですけれども、これ少し実態を知っていただきたいと思ってまして、あの短時間勤務が有効ではないかという話、よくありますが、実はまあ民間企業だとうまくいくのかもしれませんが、あ,のあるいは中小企業とかだとうまくいくかもしれませんけど公務員の世界では実は上の表を見ていただいたら分かる通り、短時間勤務、なかなか取る人、実はいません、制度上はあるんですけれども、しかも4つぐらいバリエーションがあって、 それなりに3時間半とか4時間半とか2時間半とかあと7時間半とかいろいろあるんですけどもあんまり実は取られてなくてむしろ休暇を充実させてほしいとしかもその休暇を長くするんじゃなくてフレキシブルにしてくれっていう要望が職員からあって僕が就任してからやった主なものが下の3つです。番左はズレ金と言いますけども 8時半から5時15分の勤務時間を1時間早く来てもいいあるいは1時間早く来て1時間早く帰るあるいは1時間遅く来て1時間遅く帰るというようなことこれ利用しているのは相当多いですで真ん中家族看護休暇っていうのがあるんですけどもこれを4日に増やしましたこれ妻の出産とかあるいは家族の看護で、えー、取れる、えー、休暇なんですがこれあのあちなみにごめんなさい先のズレ金は、えー、三重県より柔軟なのは全国で8つしかありません で真ん中の家族看護休暇というのは全国の自治体はほとんど妻の出産で2日とか家族の看護で4日って分かれてるんですけどもうちはむしろ名目を柔軟にすることで休暇を取りやすくしていますで一番右の学校行事休暇あこれは三重県以外で同様の取り組みやってるのは全国で2つしかありませんで、えー、次ですこれはあの女性の登用の話なんですけどもあの2020年に30%というですね えー、成長戦略で書かれましたがこれがなかなか難しいハードルですよということなんです、えー、上のグラ表はです、ね、平成25年で三重県のだいたい管理職で48歳以上が多いんですがの単なる人数だけ見ても13.1%しか女性がいませんで2020年でも物理的に人数だけ見ても18.4%しかいませんしたがってこれを思いっきり48より前に 何歳44とか43とかまで食い込んでいかないと物理的人数だけでも30%達成するというのは相当まあ公務員の世界ではなかなか難しいというようなことなのでまあ三重県ではどっちかというと象徴的なうちまあ広報課長も女性ですし東京事務所長も女性なんですけどもそれこまあ象徴的なポストを女性に変えていくことでまあ参画意思決定の参画を進めていくということですちなみに三重県は8.7%を目標にやっていまして今7.5%です でえー、自分は3.5日の休暇を取りました、上に育休っぽいって書いてあるんですが、えー、特別職は勤務時間がありませんので、えー、育休というものはそもそもないので、あの育休っぽいというものなんですが、まああの、やはり非常に自分も考え方が変わりましたあの、危機管理上問題かなとか思ったりもしましたけれども、そういう子どもいないときは思ったりもしましたが、そういう考えも変えて、むしろ取ってよかったなというふうに思っています。 でえー、次はまあ新聞記事であります、えー、そして最後今後の方向性でありますが、えー、これを少しちょっと時間が来つつありますけれどもここを少しお話しさせていただきたいと思います、えー、38ページです、まあ、あの都会に住んでるとです、ね、周りに子どもがたくさんいるので本当に少子化かっていう実感とか危機感があんまりないんじゃないかなっていうのがまあ僕の実感です皆さんんののいいろんな人の声を聞いててもで 地方は目で見て明らかです子どもが明らかに減るしとあの高齢の方がもう明らかに多いですからで私たちにとっては生き残れるかな死活問題ですで少子化対策というと私はあの横浜の林市長とも仲良くさせていただいていてあれはもう林市長のすごいリーダーシップあの人だからできたすごいことなんですけどもでも待機児童解消も重要ですけどそこだけに少子化対策を矮小化しないことが重要だと思っています国全体の危機だという共有が必要だと思っていますで なので国家的課題なので財源としてはやはり国で確保してほしいけども手法はですね地方に委ねてほしいと思います今はやはり大企業大都会目線の少子化対策なんじゃないかなと思っていますで4つ目に書いてますけどもあの価値観の違いを認識し押し付けはあかんというのは当然なんですけどもなんか男性がやるべきとか女性がやるべきとかそのなんか価値観の応酬みたいなのに、えー、こう そういうい論争ばっかりしてて結局対策自体が縮小均衡になってしまうっていうのはやっぱり良くないし今並んでる施策も男女共同参画っていうのは始まってのはまあ両立支援とか子育て支援の延長の枠を出ていないのでもっと少子化っていうものに対してま正面に。 向かかってです、ね、あの対策を取るる必要があるんじゃないか先ほどの結婚とか妊娠とか出産とか若者の所得とかそういうようなことにもっと真正面に向き合わないといけないんじゃないかっていうふうに思っています縮小均衡にならないことが大事だと思っていますで一番下はですね私が霞が関にいたこともあるので、まあ、あと今回タスクフォースの実感も含めてなんですが、まあ、霞が関だけで少子化対策抜本的にやるのは無理ですでそもそも霞が関の皆さんはまあすごい立派なんですけども 人の価値観によって見解や評価が分かれるものに取り組むのを嫌います。つまり、ルールとか基準でしきれないものっていうものを潜在的に拒否します。で加えて、所訟が不明確。自分たちのやる仕事だっていうのは明確でないときには、消極的権限争いといいますが、あのこの権限はいらないというので消極的に権限争いをしていますので、従って、えー、まあ今回もそうかもしれませんが、いつか見た対策というのが並んでいるという状態になってしまっています。そこで じゃあどうすればいいか、あのー、やはりです、ねまあ、このありきたりかもしれませんけども、政治的リーダーシップが必要です。そういう意味では、これ、自治体はやりやすいんですよね、国だとやりにくいかもしれませんが、自治体は首長がリーダーシップ取れますので、まあ、そういう意味でも手法はやっぱり地方に任せよしし、その上で2番目に書いてますが、そのやはり自由度の高い地方がそういう工夫できる基金のような財源が必要だと考えています。今、安心こども基金というのがありますが、安心こども基金は年度、例えば25年度だったら、 24年度の最終補正で積み増されたりしていつもギリギリに積み増されるので中長期的に少子化を考えるというようなことはできませんし使用用途としてはほとんどが保育所などのハード整備に回っていますしたがってさっき言った結婚とか妊娠とか出産とかに対するものに使えないというような状況がありますのでそういうに使える基金地方が自由に使える基金が必要だと思っていますのとそれから3つ目はタスクフォース私参加して思いますけども あの今までの政府の有識者会議って少子化の1.51億からですねずっといろいろ有識者会議できてるんですけども結局作っては消え、作っては消え、作っては消えなんですよね。しかも報告書をまとめては消えて報告書をまとめては消えてなんですよね。そういうことをやってると PDCA も回せないしその本当に政府がちゃんとやってるかっていうチェックもできないので私としてはやはりタスクフォースのような組織を継続させていくと。 なるべくメンバーも固定しながら、あるいは大臣も固定してです、ね、やるというようなことが私は重要じゃないかなという,ふうに思っていますがで、えー、三重県ではあの少子化対策がいろんな部局に横断になりますのでもう近々でありますけれども、えー、少子化対策推進本部というのを立ち上げて平成26年度、来年度予算は、えー、少子化対策を一丁目一番地に掲げてやる予定です。まあ、中身はいいいろろ書いてますけれども あの地方からの目線、当事者からの目線、まあそういうもので、えー、三重県も少子化対策一丁目一番地でやっていきたいと思っています。で最後子育て同盟十県知事でやってます。七月二十八日に鳥取でサミットをやります。そこで。 えー、なんかまあ国に要望ばっかりじゃなくて、自分たちで同時多発的に同じ取り組みをやってみてで、その成功事例をどんどん広げていこうよっていうようなことをやっていこうと思っていますので、7月28日、交互期待でございます、えー。長くなりました、少しオーバーしましたけれども、私の方からの説明は以上です。どどううううももあありりががととごごござざいいいままままししたたた、えーま、ずず皆さんからあのご質問いただく前に、まずあの ちょっとだけはこちらの方からあのご質問させていただきたいんですがあの今、鈴木さんおっしゃられた要するにあのこれまで国が検討してきているのはそういう会合を作っては報告書まとめ会合を作っては報告書まとめでそれで終わっているというお話されましたねで今回もあのこの少子化危機突破タスクフォース名前はすごいんですよね <laughs> 危機突破でしかもタスクフォースで,、はい、でどれだけじゃ緊急避難的なものが明確に出てくるかっていうと 少なわれわれが見る限りはやはりまだまだ抽象的な表現も多いし、財源も、漢字の財源の部分が不明確なところが多いんですね。ですから、この塩脳執危機突破タスクフォース、たった2か月でもう閉じてしまいましたけれども、これ、今後、どうすべきだと思われますかそうですねあの私はタスクフォースなりの形で、何か継続、再開する必要があると思っていますが。 あの今まだ曖昧まいもことしていますあの、やめるとも言われてないし、はい、やるとも言われてないし、はい、まあ自然、普通でいくと、これまでのようにフェードアウトするのかなという危惧を持っていますが、申し上げたような PDCA、あるいは政府がちゃんとやっているかをチェックする、まあ、そういうようなことからも、そういう組織の継続が必要だと思いますなるほどそれあと1点あの、鈴木知事自ら育休、 ぽいいもものを取られれたたととうこでで大変話題になったんですけどもこれちょっと意地の悪い見方をしますとねそれは知事だから取れたんでしょうとその権力機構の一番上にいる方が結局判断すればいい話なのであって問題はやっぱり企業でどれだけじゃ一般の,そのサラリーマンとして働いている父親がですね育休どんなにきちっと取れるような仕組みがあっても取れるんですかとですからどれだけその企業で取りやすくするかっていうのが結局これどのこれまでの報告書にも 制度は設けるんだけどじゃあ本当にそれが制度があるということと取れるということが違うのでその取れるというところの対策どうするのか目配せどうするのかというのはどうしてもやっぱりないんですけどこれは解はないんでですすかねねそうですねあの決定的な解というのはないと思うんですが私が育休取りたいな取らなきゃなと思った理由の一つも今、武田さんおっしゃっていた,だいたようにこのなんてうんですか制度はあるんだけど使われてない。 つまり精度はあるんだけど取りにくい雰囲気とか取れない雰囲気とかっていうのがあるのをなんとか払拭をしたい、まあ、あの人たちも取ったんだな知事も取ったんだなということでこういうその小さな事例で空気が広がっていくというか風土が広がっていくというかそういうことにできればいいなとその一石を投じるというようなことをしたいなという,ふうに思っています。 あの相当難しい特に男性で取るの難しいと思いますので長い期間の休暇でなくてもですねそういうああいう育児参加休暇的なものから始めるとか、はい、まあそういう短いものからでもその休暇を取りやすくしていく風土を作っていくというのは大事かなと思いますけどね、はい、あのそれ例えばあのデータを出してもらうというのは無理なんですかねつまり見える化をするのが私、一番早いと思うんですよ。お金の補助をするよりも何よりりももも何強制もできないし 結局、その企業が育休を取っている人どれだけいるんですかと平均で何日日数を取っているんですかとそういうのが全部表にデータが出れば本当にどの企業がきちっとその子育てしやすいあの優しい企業かというのは一発で分かりますよねそういうのが見えるだけでも,もう相当違うんだと思うんですが企業の皆さんからの、まあ、賛否あるかもしれませんがそ,のそれは 非常にに有効な手法だという,ふうに思ってます。例えば最近だとなでしこ銘柄っていうのがありますよねつまり女性登用が進んでいる銘柄をその東証とかが公表することで実際に株価も上がったり投資が上がったりしているというような形でやはりそのディスクロージャーしていくといのそのオープンにしていくっていう見える化していくっていうことでまあこういう取り組みを促進するっていうのは特にこういうその育児とかいう部分については あの非常にいいんじゃないかなと思っています大変有効な手法だと思ってまして我々も今あの次世代育成支援計画というのは法律上それぞれの企業が作らないといけないことになっていてその中には一応その数字出てるんですけどもそんなん一個一個各企業の計画なんか見れないのでまあどういうふうに見える化していくかというのは我々も今検討を考えているところですで。ののけども あのこれから直面するのはきっと介護休暇とかですね親の介護とかすごい直面すると思うんですよ育児のことでさえ取れないのに介護でもっと管理職とかになってきてすごい取りにくくなると思うんですよねだから育児さえ取れへんのだったら言わんや介護親になってしまいますのでなんとかそういう,こう自分のライフスタイルの中でもそういう休暇を取りやすくしていくっていうことはやっぱり全体として重要なことなんじゃないかと思いますね ありがとうございました。それではあの皆さんからのご質問あのお願いしたいと思います。まずあの挙手していただいて最初に所属とお名前を教えていただければと思います。よろしくお願いします。あどうぞ。共同通信の石井と申します。 実践されていることを分かりやすく説明していただいて、非常にいい声になったと思います、ありがとうございました。であのお聞きしたいのはです、ね、あのまあ、さっき財源の問題があるとおっしゃってましたから、来年のここの最後のペーパーに書いてあることが、あのそういう財源的な制約もあって、やりたくてもやれないこともあるんだろうと理解します。ですから、もし知事にです、ね、財源の心配いらないと、さっきのようなです、ね、あの自由に使える基金が国が整備したということであればですね、 あのとりあえず今、取り組みたいここに書いてないことでもです、ね、でこの政策をやれれば有効だと思うというようなこの頭にあるものを教えていただければと思いますでしかもそれは大体どれぐらいの規模の授業を考えていらっしゃるのかということもお願いいいしますはいあのーまあ、いくつかあるんですけどもまず1つはです、ねあのー、先のライフプラン教育先10校1200人とどまっていると言いました。やはり その男女ともにその妊娠・出産後世界で最もその知識があの低いのが日本だということですのでやっぱりまず知るということが大事ですのでそれを全県展開したいですそのための,その人員確保やその教材開発とかそういうものをやりたいです。そそれれからそれが1つ、ね、2番目は あの不妊治療の年齢制限がどうなるか分かりませんけれどもその仮に年齢制限を設けられるならそれまでの暫定期間でも女性を増してですねその思いを遂げれる人私の友達でも本当にたくさんの人たちが男性も女性も不妊治療を受けててすごい辛い思いをしているのでそこを積み増してあげてそして3つ目は日本は婚外子が認められていませんから結婚支援ですねやはりあのあの実はなかなかあの三重県とかだと出会いがなかったりとかですね でできないので、まあ、そんな自治体がやることかとうう言われたりもするんですけど実はねあの高知県の尾崎知事もなんかは彼財務省出身なんですけど財務省にいる時に最も自治体の事業で無駄だと思ったのは結婚支援だったけども <laughs> 今、高知県知事としてめちゃくちゃ力を入れているのが結婚支援だとうう言っているぐらいあのそこにいないとわからないんですがやっぱり婚外子が認められていない以上やはりその結婚支援というのはやっぱりしっかりしたいというふうに思っています。あとは あの、自分だけ取ったらええんかということでもないので、男性の育児参加。それから、あの、少し話飛ばしましたけれども、周産期医療のところがですね。あの、非常に、この、実は N. I. C. U. というその新生児集中治療室に。いる子どもたちが、その、もうベッドが足りなくて、その後ですね、実は。介護施設とかに行ったりしているケースがあるんですよね。で、そういう、こう、その。N. I. C. U. 五っていうもののフォローとかもなかなかできていないので、まあ、そういうところの。 安心感、やはりまあ高齢で出産とかが増えてくると、そういうケースも増えてきますので、いろいろ申し上げましたけどど、まあとにかくやっぱりまずは、あの知識の普及っていうことを全県展開したいというのが一番大きいですね。それではほか,ありますかあの、それでは一、い、つ、また私からもお聞きしたいんですけど、あの女性手帳。 の問題なんですけど、あのー、先ほど鈴木知事、ライフプラン教育のことをおっしゃってましたね、これだけ情報社会でありながら、肝心の知識をその本当に必要な人が持っていない、他国に比べてこんなに知識のが足りていない、で本来、女性提唱というのはそういうことを、あのー、知識を持ってもらうためにということで発案された制度ですよね、それが国が出産に介入するのかと。 いう何かその声が上がって結局撤回ということになりましたこれは鈴木知事どうう思われますかそうですかそでねあの女性手帳については、まあ、名称とかです、ねそのまあ、手,手帳、まあ、手法は、まあ、ちょっとやや賛否があったのかなと思いますが先ほど申し上げました通りそり知るっていうことをね しっかりやるということは大変重要だったと思うし教育というのはやっぱりなんかね自分ごとに落とし込んでいかないと例えばその手帳という手法が1ついいと思うのはやっぱりそのだ誰のものでもなく自分のことを書き込んでいくわけですよね母子手帳もそうですけどもやっぱりその自分ごとにしていくということが大切なのでまあ僕としてはその知識の普及それから自分ごとにしていくということにおいてはまあ名称はどうあれ まあ一定の理解できるものであったと思いますけれどもまあ少しえ情報発信の仕方やあるいはその男性女性論的な部分にえ入ってしまったかなというふうな思いでまあちょっと残念な思いをしていますがまあもう一度あの今回のタスクフォースの中で情報発信の研究班を設けるということになっていますのであのそこであの効果的な情報発信の手法知識の習得の手法を研究されるようですので。 まあそこに期待をしたいと思いますが、うん、あのやはりさっきも言いましたけど男性の不妊とかが不妊の半分が男性だとかって男性はとほとんど知らないと思うんですよね、うん。でその自分の,その性液の色がどうなっているかとかその中に精子がどれぐらいちゃんと含まれているかとかってほとんど人知らないと思うんですよね。そういうこととかも含めてねやっぱりあの男女ともに学んでいくというのはすごい大切なことだと思いますね。なるほど それは女性だけじゃなくて男性も含めてとにかくそのどういうふうに情報をみんなに届けるかっていうその手立てを考えなきゃいけないということですね。すね分かか。りまましした。他ございますでしょうかあとそれからあの基金の話ですけど、はい、あの話は私大変面白いと思うんですがものすごく難しいハードルの高い。 話ですよね、地方基金だけ国は作ってお金だけ用意した後は地方をいいように使えっていうのはあの下手するとですねあの大震災の,あの事業で実は、まあ、法律的には許されてるからということで各地,地域が自治体が全然その被災者支援につながらない使い方をしていたっていうのはつい最近も問題になったばっかりでひょっとしたらですねもし設けられたとしても。 結果がそういうことになる可能性だって出てくるわけですよね、これれどうう思われますかそうですかそでねあの全くおっしゃる通りで、まあ、ハードルはかなり高いです、まああの、しかし地方のニーズは相当高いです、この前も近畿ブロック知事会議においても、うんえー、全員一致でこの基金を設けるという要望も出しましたし。うん また、今度全国知事会ありますけれどもそこでもおそらくこの基金の問題出てくると思います、はあ、でそこで、使途についての、まあ、どういう縛りをかけるかということで実はあの基金事業というのはあの自治体に仮に基金を設けられてもその使途は全部議会にかけるんですね。 その基金を事業化するときは全部議会にかけるのでその議会においてやっぱりよくチェックをしてもらうということとそ,のそれを国民、県民我々県民の皆さんによく見ていただくあるいはそれパブリックコメントをかけていくというようなこととかそこの透明性と議会のチェック機能いうのをしっかりやるということもちろん使う、その提出する執行部側としても、ね、そんな変なのを出したらあかんのは当然ですけども、まあ、そういうところで透明性先の見える化でもないですけども そういうい議会の議論あるいはその透明性の確保という部分において首都はしっかりチェックしていくということかなと思いますけどねそれ財源はどこから持ってくるという想定なんですか、ね、そうですすそうね何かを削るかあるいは今回の消費税増税の中で社会保障費社会保障に使うということになっている中で今、あの少子化関係は7000億円を1兆円までにというのを事項、まあ、で言っていますけれども、はい、まあその中か あるいはその前にあ他の今いくつかいろんな基金とかいろんな財源とかありますのでねそういうのあるいは仮に例えば補助事業をいくつか類似の補助事業をばーっともう一回集めてきてそれを基金にして使い方はもう額はあんまり変わらないけれども使い方は地方が自由にしていいよというふうにするとかですね。う あるいは例えば、まあ、例えばですよこれは全然思いつきですけどもた、はい、ばコ税の収入の,その割合を変えて国に行く分を少し地方に行く分を増やしてそれを基金に充てるという方法もありますし。はいはい、今のの税収の中で その国と地方のそ,のそれこそ税源以上ですよね、はい、その手法ルールを変えることで、国との大きな戦いになりますけれども、すごい戦い戦 <laughs> 例えばですよ、ううだから手法は多分いろいろ考えつくので、それをやるかやらんかという、やるので、どういう財源集め方するかっていう、そこの議論まで入っていかないといけないと思うんですよね。社会保障の話というより地方文献論 面白いとです、ね、にも、そのまま入っていく話は全くおっしゃいところですね,すね、はあ。例えばこれ、もしできたと仮にしてです、どれぐらいの規模がやっぱり最低地方からすれば必要だということになるんですか自治体によってもね、ちょっと規模が違うので、な、ま、ん、あ、ともちょっと額はなかなか言いにくいですけどね、その基金、一つ作るわけでしょ、はい、そうするとそれをいろんな地方がそれを取り使いに行くわけで。 この配分というか、どこがどれだけ使えるかというのも、これまた大変な話ですねそうですね、まああの、基本的には今も例えば、安心こども基金とか、あるいは、まあ、違うかん環境省の中、海岸漂着物の基金とかも、一応、地方で積み上げて、まあ、こういう事業をやるので、まあ、これだけちょうだいよねっていう,う要,要求する形に多分なると思うので、まあ、地方が要求して、まあ、それを。 国はあんまり査定してほしくないですけども、あの <laughs> 査定するという、本当は税の税源以上で来るというのは本当はいいのかもしれませんけどねうん、うんど。会場の方から何かございますでしょうか。あ、よろしくお願いします。えっと滝原拓夫と申します。えー、これは三重県知事に。 お尋ねすることじゃないかと思うんですが、近く子育て同盟、えー、10県の県事が集まるということなんで、ぜひそこで議論していただきたいと思うんですが、先ほど鈴木知事からちょっと言葉がをりました、恩返しの問題ですね、うんえー。この少子化をどこで食い止めるかというのは、そのいろんな制度を作ったり、あるいはあ育休を作ったり、あるいはシステムを変えたり、あるいはお金をかけたりしても、 なかなかこの保守的な世界であの日本ではです、ねえー、進まないことが、ですね特に三重県は私の経験を考ると、割と保守性が高い県ではないかと思う。ということは、男と女の関係を変えていかないとなかなかこれはやっていけない、そこでまああの知事にこの小育同盟でぜひ議論していただきたいというのは、婚外子を認めるということと、もう一つは戸籍法を撤廃して、 えー、法律婚を排除するということ、この2つを実現すればです、ね、フランスやスウェーデンのようにです、ね、ある程度、少子化は防止できるんじゃないかというのがあ、私の考え方というか、そういうことを言う人もいるということなんだけど、まあ、知事が10人集まって、こういう議論できるかどうか、選挙に起こっちゃうかもしれないから、だめかもしれないけれども、あの個人的にもいいですから、あのその2つ、婚外しと。 それから戸籍法の廃止ですね、えー、それはまあアイデンティティどうするかというのは、今、そのマイナンバーとか、ですねそれから社会保障ナンバーとか、いろんなことでね、これとこれは夫婦だという、あるいは配偶者だということ、を証明は十分できるんで、えー、その点、戸籍法の廃止と、それから婚外しを認定すると,いうこと、い認定ということはおかしいけど、まあ、社会的に認知するということですね、それ、どうお考えでしょうかこれ国の形を変える話になりましたけど、お願いします <laughs> ありがとうございます。あの 三重県ご出身の,あの竹花先輩からの質問なので、えー、本当はあのしっかり答えなきゃいけないんですけどなかなかあの、えーまあ、それについて自分の見解をちょっと個人的見解でも今ちょっと言うのはなかなか難しいおオンレコの状態なので難しいので少しい、なんていうんですかね、まあ、この10県の知事は、まあ、そのオープンでないバーなどでもまあいろんな議論をまあする仲間ですので,で、まあ、特に 40代そして50になったばかりというような人とかが多いまあ早中では僕だけですけどもまああのいろんなまあその国の形っていうんですかねはあの議論してみたいと思いますあのなんか明確な答弁ではありませんけどもまあいろんなあの国の形は議論したいと思いますありがとうございましたあのそろそろ時間が参りましてあの最後にですねあの鈴木知事に一番最初に実は 言葉を書いていただきまして。これお分かりになる方、この会場でどれぐらいいらっしゃいますかね。これ真ん中の中に、今現在の今です。これ、どういう、あの。はい。すいません。あの、私があまり得意じゃないもんで。中今と言いましたね。これあの。神社の神道のね。神道の言葉なんですけれども。その。過去から、つながって、そして未来までで、まあ。 中今今ここがあるっていう、まあ、そういう意味でつまり今っていうのは過去とも未来ともつながっているということで過去そしてその未来をよくしようと思えば未来をよくしようと思えば今を一生懸命に今一瞬を一つ一つを大切に頑張り抜いていく精一杯生き抜いていくっていうことが大切だっていうそういう意味なぜ中今っていうのはこれ神道の言葉なんですけども。 まあ私どもは伊勢神宮があって、まあ、伊勢神宮自体は2,000年続いていますで今回神宮式年遷宮という20年に1回の,あの行事が1300年続いている行事がありますでそういう中でまあよくそういう,こう神道の考え方などにも触れるんですけれども、まあ、いろんな大きな課題とかもありますしいろんな不安とかもありますけれども、まあ、将来のことをその過剰に不安視するんじゃなくて 今をやっぱり一生懸命生きていく、今を全力で生きていくということが先人たちへの感謝にもなるし、明るい未来にもつながっていく。まあ、そういうふうに私は感じていて、この中今っていう言葉が好きで、あの、今日は書かせていただきました。素晴らしい話です。でもあ、ありがとうございました。それでは、あの、今日はあの鈴木知事、三重県鈴木知事に少子化対策についてお話しいただきました。最後、これ、あの。 記記者クラブからの記念品であります。これはあの、とってもしゃれたレジメンタル隊であの非常にいい、ちょっとこれね、<ー>なかなかしゃれたあの、本当にトラディショナルなレジメンタル隊で、ちゃんとあの日本記者クラブの,あのマークも、<ー>下の方に入っております。どううもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。